カラハリ砂漠の位置ナミビアのカラハリ砂漠ミリアキャットカラハリ砂漠は南部アフリカにおいて50万平方キロメートルにわたって広がる砂漠。標高850から1000メートルの浅い盆地上の地形である。ボツワナの国土の70%を占めるほかナミビア、南アフリカ共和国にかかる。ジンバブエの一部はカラハリ砂漠に連なる半乾燥地帯である。 コツワナ北部と南アフリカ共和国北西部を除き、標高は1000メートルを超える。ナミビアの南岸は、カラハリ砂漠の一部とも考えられる面積14万平方キロメートルのナミブ砂漠に覆われている。カラハリ砂漠の周囲を含めた250万平方キロメートルの半乾燥地帯を広く、カラハリ砂漠と捉える資料もある。 韓流である、ベンゲラ海流の影響を受けたガボンとコンゴ共和国の沿岸部のほか、コンゴ民主共和国、アンゴラ、ザンビアの一部を含める。なお、理科年表2005では、ザ・エンサイクロペディア・アメリカーナ、インターナショナル・エディション、ボリューム91987を引用し、カラハリ砂漠の面積を57万、平方キロメートルと記述している。欠片の気候区分に従うと、 南西部は砂漠気候となるが、それ以外の部分はステップ気候に分類される。カラハリ砂漠は暗赤かつ色の砂に覆われており、氷層水は存在しない。雨が降ると窪地につながる水なし川とも呼ばれる、枯れ谷が氾濫する。ボツワナ中央州北西部に位置する円で覆われた広大なマカディカディパンとナミビアのクネネ州。 オートジョカラオシコトシュツメブにまたがる、エトシャエンコにも水がたまる。カラハリ砂漠は、真の砂漠とは呼べない。砂漠の一部では不規則ではあるものの年間250ミリメートル以上の降水量を記録しており、植物に覆われているからである。ただし、南西部は、年間降水量が175ミ、mm、リメートルを下回る、ため、砂漠らしい眺めである。 夏季の気温は20度から40度である。冬季は乾燥して寒く、夜間には、霜が降りるほどである。冬季の平均最低気温は0度を下回る。石炭、銅、ニッケルの埋蔵量が多い。また、北東部には、世界最大級のダイヤモンド鉱山がある。角村広史、唐張砂漠、池谷和信編著。 ポツワナを知るための52章赤史書店2012年61ページ金さ年平均 677mm、マウンド 403mm、ハボロネド 531mm、サボンド 290mm。ありがとうございます。